はい、鳥羽の港を出発しました。はい、どうもジップシログです。これは県道32号線になるの、伊勢島スカイラインっていうのか。ではまたね、ちょっと島の方に戻ってね、山の上からの景色を堪能したいかなと思ってます。あー気持ちいい、もう最高。もう昨日までのね、あのモヤモヤ感がね晴れますよ。これ池？海？何？また始まった？伊勢島のね、こう池だか海だかわからない状態。まあ山の中だからね、海ってことはねえよな、これダム湖だね。島スペイン村ってね、ヨッシーさんこの間この辺通ってたのかな。極寒2とかなんかね、 Z になってから行ってたか。なんだろう、沢餅って、島名物沢餅っていうの。15キロ制限って書いてあるけど、15キロで走ってたら登らねえよ。横山展望台到着。はい、展望場の、ね、上の方に登ってきました。そこね、この建物天空カフェテラスってね、お茶が飲める無料休憩スペースとかもあるところなんですけど、この眺望を見よ。すげえ、これ何これ、うおーって感じです。伊勢島、あらー、こんなすごい景色がねあるんですね。いや、これはこれね、来てよかったっす。たまんないね。いや、今日は天気良くてよかった。はい、ということで横山展望台ね、今日天空のカフェっていうところね行ってきました。天空のカフェの方はね、アイスコーヒーとか、アイスコーヒーもしっかりした味で美味しかったですね。でね、あとねソフトクリーム食べたんですけど、これ、ね、ソフトと普通のバニラとあのブルーベリーのミックスを食べたんです。っていうか、ここの坂怖えよ、これ、これ来た来た、怖い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 面白いこれ。久々坂道来ましたよ。こうこなくっちゃって感じですね。この坂面白いね。いやー、ここはね、伊勢島の、ね、ツーリング途中にちょっと寄るのはいいと思いますね。多分皆さんまあご存知だと思いますけど、すごいいいところでした。じゃあ次は、鳥羽の方にもね、このまま向かいたいと思います。なんか前方にね、船が見えるのは俺の目の錯覚かな。なんか、なにあれ、土産センター王将って書いてある。また目立つねこれね、すごいねこれ、本物の船じゃねこれ、すごいわ。なんだかな、あれですね、ジェットフォイルみたいな船ですね。高速船ですねこの形ね。本物、本物よねこれ、すげえ。こんなところに船のお土産屋さんねって、王将っていう名前もすごいけどさ。すごい、だいぶびっくりした今。お、フェリー乗り場って出てる。ここフェリー乗り場って出てる。ここ
海なんだ。山に囲まれてるから海じゃねえとか思ってたんだよね。はい、鳥羽の港を出発しました。海がギラギラしてて見えないんですけどね。鳥羽水族館フェリーを降りまして、これから静岡に向かうんですけども、だいぶ夕日がね落ちてきた。もう4時過ぎちゃいましたもんね。見える？こーすげえな、これ。これはねやばいっすよ。やばいね、逆光で見えねえかな。すげえ景色これ。っていうかさ、すごいね、海、やっぱり海海海海海って感じ。おーおお、坂道。おー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 、坂道来た来た来た。おー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 、心の準備なしに来ないでくれよ。ウケるー。綺麗な道からのあれですね、若道来ました。ありがとうございます。いきなり洗礼を受けましたね。すごいいい感じの景色、ちょっと入ってみようかな。うお、夕日が素敵じゃないですか。たまらん景色ですね。もうこれがサイクリングロードでずっとこう海沿い行けるようになってるんですね。すごい綺麗。すげえ直線だし。やばいね。この直線でこれ50キロ制限はしんどいっすね。Google 先生がね、左へ行ける。ご指示が出ましたんで左折したいと思います。国道42号線ともさよならですね。豊橋市街へ行くって感じなのかな。まっすぐ行くと一国出るんですけどね。すげえ直線道路。綺麗だね、夕焼け。もう菜の花だ。菜の花って1月に咲くもの？だいぶ暗くなりましたね。まだ星が見えるほどじゃないのかな。でもね、寒いっちゃ寒いんですけどね、こいつがあるおかげで助かってます。そうか、こっちへ来れば来るほど、東へ来れば来るほどあれですね、日が沈むのって早いんですよね。そっかそっか、夕焼けが綺麗だな。月と星が見えてきた。この時点で静岡100キロとかね多いな。でもね、この道すごいね、バイパス高速道路みたいな。塩水坂の駅。はい、静岡インター、東名の静岡インター降りました。降りたところですね。今後ろにはインターチェンジがあるんですけどね。スマイルホテル静岡ってとこ泊まるんですけどね。Google ナビではですね、あとね15分ぐらいっていうところでございます。いや、やっぱね、静岡長いわ。っていうか、まあちょっとやっぱ無理があったな。静岡の街ですね。静岡名物ってなんだ？静岡グルメ。静岡って言ったらこれみたいなね、なんかないのかな。ほら、長崎って言ったらシャンポンみたいなカステラとか出てくるじゃないですか。静岡って言ったら何でしょうね。なんだこれ、江戸切りそば、ゆで太郎。すごい名前だな。自家製麺。
そうか、もうね、関東圏だからそば文化になってきましたね。うどん文化じゃなくなってきましたね。いや俺もね、あの九州長崎12年も行ったらね、長崎じゃそばがねまともに食えないんで、もううどんに慣れっこですね。でうどん美味しいなとか思ってたんですけどね、そば文化ね。そば屋さん行ってみようかな。お、左左って来たから近いぞ。どこだろう、スマイルホテルっていうかさ、店情けだけど大丈夫。スマイルホテル静岡到着です。昨日泊まりましたスマイルホテル静岡、まあ、ビジネスなんですけど結構ね綺麗でね、いい感じでした。フロントのね方の対応もすごく良かったんで、また使ってみたいなと思ってます。さあ静岡からね神奈川入り、もうこの旅もいよいよ週末ですけどね、週末が近いんですけどもね。とりあえずですね、今日はね、あれです。伊豆に向かいます。また、桜の祭りの時にお会いしたいと思います。よろしくお願いいたします。では、旅立ちます。ありがとうございます。